日本音楽著作権協会。一般社団法人日本音楽著作権協会。日本音楽著作権協会は、日本の著作権等管理事業法を設立根拠法に、音楽著作権の集中管理事業を日本国内において営む、一般社団法人ある。公式に英語の略称である、JASRAC の表記をロゴとして使っており、JASRAC と発音する。以下、この記事では、 ジャスラックと表記する。音楽、楽曲、歌詞の著作権を持つ作詞者、作曲者、音楽出版社から録音権、演奏権などの著作権の信託を受けて、音楽の利用者に対する利用許諾、ライセンス、利用料の徴収と権利者への分配、著作権侵害の監視、著作権侵害者に対する法的責任の追求などを主な業務としている。 社団法人であるため一般社団、財団法人法に基づいて、非営利目的の運営が、律により定められている。本部は、東京都渋谷区の小賀正夫音楽文化記念財団が、所有するビル内に設置され、22の支部が、日本全国の主要都市に設置されている。ジャスラックは現存する日本国内の著作権管理、事業者としては、最も古く、 1939年に設立された社団法人第日本音楽著作権協会をその前身とする。音楽著作権の管理をジャスラックに委託しようとする作曲者、作詞者、音楽出版社は自らが保有する音楽著作権の私文権の全部または一部をジャスラックに移転する新宅契約約款3条1項。ジャスラックは 作曲者等から著作権の移転を受けて、自らが著作権を保有し、著作権の対象である著作物、楽曲、歌詞の利用を希望する者に対して利用許諾を行う。著作物を利用した利用者からは使用料を対価として徴収し、6%から30%の管理手数料を控除した上で委託者に分配する。このように JASLAC の著作権管理は、 新宅によるものであり、作曲者、作詞者、音楽出版社が、委託者、ジャスラックが、受託者、音楽の利用者が、受益者に相当する。著作物の利用には、著作権の効力が及ぶ利用形態で、喫茶店、レストランダンス教室、1971年より、社交ダンス教室、2015年より、すべてのダンス教室に、対象拡大、歌謡教室、 2016年より、カラケ、1987年より、1997年からは、通信カラオケにも、対象拡大、フィットネスクラブ、2011年より、カルチャーセンター、2012年より、音楽教室、2018年より、コンサート会場等におけ不特定多数、または特定多数向けの音楽の演奏、CD、DVD、映画、 オルゴールなどへの音楽の複製、テレビやラジオによる音楽の放送、インターネットによる音楽配信などがある。音楽の無許諾利用である、著作権侵害の監視も、業務の一環で、無許諾による音楽利用を発見した場合、利用許諾契約の締結を求めるほかに過去、利用分を訴求して使用料の請求を行う。損害賠償請求や、 使用差し止め請求などの民事訴訟手続きや、国訴などの刑事手続きに至る事例もある。著作権侵害に対する法的措置は、喫茶店やレストランにおける無許諾演奏が最も多い。2005年度事業報告書では演奏権侵害に対する法的措置の総件数は2995件で3129件だが、市場の縮小や、 適法利用率の向上から2009年度は1713件、2010年度は1043件、2011年度は970件と減少している。近年はインターネット上で違法に配信されている歌詞や音声ファイルを発見するシステムである JMUSE を2000年10月に導入し、違法配信をするウェブサイトの管理者には個別に警告の電子メールを送付している。 著作権のうち、放送権、著作権法23条1項、公衆送信権の一種の管理を j a s ラ a c に委託しているものの作品を放送するには、j a s ラ a c の許諾が必要である。NHK や民放は、j a s ラ a c と包括的契約利用許諾契約を締結しており、j a s ラ a c は各放送局の年間放送事業収入の1.5%を放送使用料として徴収している。 2006年度に j a s ラ a c が放送局から徴収した使用料は255億円であった。j a s ラ a c が放送事業者から徴収した使用料は15%の管理手数料が控除された上で委託者に分配されている。包括的利用許諾契約は音楽作品を利用する放送事業者にとっては利便性が高い契約形態である一方で、 放送権の管理分野で99%という圧倒的なシェアを持つジャスラックが放送局に対して活的利用許諾契約を認めた場合他の著作権管理団体との公正な競争が阻害される詳細は包括的利用許諾契約の運用問題武士を参照のことインターネット配信サイトでは違法な投稿や配信が多発し 削除依頼による適時削除でも違法状態の継続が見られたが、2008年4月にニコニコ動画、10月に YouTube、2010年7月に YouStream など各動画サイトと包括的利用許諾契約を締結して、サイト収入の2%を著作権料として徴収しており、今後も契約先の増加させる方針である。ウィニーなど、 ファイル共有ソフトのネットワークでは、著作権侵害コンテンツを公開しているユーザーへ削除を求めるなど、コンピュータソフトウェア著作権協会と協力活動している。JASLAC は著作権者の地位を有しており、著作権に基づく指摘録音録画保証金を請求する権利を有する著作権法30条2項が、 指摘録音録画保証金請求権はジャスラックではなく指摘録音保証金管理協、セラと指摘録画保証金管理協会、サーブが行使する著作権法104条の2。セラは保証金をジャスラックに36%、実演家団体の日本芸能、実演家団体協議会に32%、レコード制作者団体の日本レコード協会に32%、 それぞれ分配する。2006年度のジャスラック配分は4億1000万円で、ある。指摘録音対象には、音楽著作物と言語著作物があり、ジャスラック配分保証金は、音楽著作物にかかるものと、言語著作物にかかるものに区分され、2006年度は、音楽区分約3億9000万円、言語区分約1700万円である。 音楽区分保証金は10%の管理手数料を、控除後に、権利者へ分配されるが、非委託者分は、当該者の請求により分配しており、非委託者である、音楽著作権、録音権管理事業者の E ライセンス、現、ネクストーンとジャパンライツクリアランス、a 同へ2006年度に約411万円が、分配されている。言語区分保証金は、 日本脚本家連盟へ分配され、連盟規定により、各権利者に分配される。サーブは、保証金をジャスラックに16%、日本脚本家連盟、NHK と日本民間放送連盟など、映像関連7団体から構成される、映像制作者委員会などに、合計52%、日本芸能実演家団体協議会に29%、 日本でコード協会に3%、それぞれ分配する。2007年度のジャスラック配分は2億400万円で、ある。ジャスラック配分保証金は管理手数料を控除後に、権利者へ分配されていたが、2012年に訴訟で、敗訴してサーブは解散し、制度破綻した。日本は1899年に、ベルヌ条約に加盟して著作権法も施行されていたが、 生演奏の他に録音媒体も再生ごとに使用料を支払う概念は皆無であった。1931年に旧制一校のドイツ人教師であったミルヘルム・プラーゲが主にヨーロッパの著作権管理団体より日本での代理権を取得したと主張して東京に著作権管理団体、プラーゲ機関を設立し放送局やオーケストラなど楽曲を使用するすべての事業者に 楽曲使用料の請求を始めた。プラーゲの要求する使用料は当時法外で手法が法的手段を含む強行であることから日本国外の楽曲使用が事実上困難になった。日本放送協会 NHK もプラーゲ機関との契約交渉が不調で1年以上海外の楽曲を放送できなくなった。プラーゲは日本の音楽作家に対しても著作権管理の 大工を働きかけ始めた。プラーゲの目的は、金銭ではなく、著作権の適正運用だったとも言われているが、楽曲利用者との溝は埋めることができずに、日本人作家の代理権取得は、さらなる反発を招いた。一連は、プラーゲセンプルと呼ばれ、日本における、著作権集中管理のきっかけとなった。事態打開のため年に、著作権管理の業務は、 内務省の許可を得た者に限るとする、著作権に席する仲介業務に席、する法律、仲介業務法が施行されて、ジャスラック前身の第二本音楽著作権協も設立され、翌年1940年に業務が開始された。プラーゲは著作権管理業務から排除されて、同法違反で罰金刑を受け、1941年に離日した。 文化庁は第2本音楽著作権協会ほか四団体に仲介業務の許可を与えて他の参入を認めず音楽著作権の仲介は第2本音楽著作権協会の独占業務となった著作権の一元管理は効率が高いシステムとして運用されてきたが音楽ソフトのデジタル化やネットワーク化の進展などからジャスラックの非効率性が指摘されカラオケでも使用料や 権利者への分配方法が決しないままビジネスが先行する弊害を招いた。旧来の録音、演奏、楽譜出版とゲーム、着信メロディー、ネット配信などの区分管理に、ジャスラックの著作権信託が見たような不備を改める、求めなども見られることから、2000年に著作権等、管理事業法が成立して2001年に施行され、E ライセンス、ジャパンライツクリアランス、コピナビ、 大気サウンドなどの株式会社が音楽著作権管理事業に参入した。旧来の仲介業務法と異なり管理団体の設立が許可制から登録制に緩和されたが、ジャスラックの占有は大きい。ジャスラックは指摘録音保証金対象機器の拡大を行政へ働いており、2005年4月28日の文化庁文化審議会著作権文化開放性問題。 省委員会で新たにデジタルオーディオプレイヤーを指摘録音録画保証金度の対象とするように要請したが大半の所有者はコンパクトディスクの購入や音楽配信サービスからダウンロードなど正規に入手した音楽データをプレイヤーに複製いわゆるメディアシフトしており権利者の損失はない著作権量の二重取りなど否定的意見が多く 2005年9月以降まで結論が先送りされている。2010年に一般社団法人へ移行した。ジャスラックは非営利目的の運営が法律により定められている一般社団法人だが、スナックやジャズ喫茶、ライブハウスなどでジャスラック管理局を演奏する場合の使用量負担が重すぎるとの批判がある。ジャスラックは包括的利用許諾契約締結を求めているが、 包括的利用許諾契約は演奏回数ではなく店舗の客席数や床面積に応じて一律に演奏使用量が決定されるためジャスラック管理局の利用頻度が低い店舗は使用量の負担比率が高まり不評である。飲食店等には演奏曲目を記載した演奏利用明細書の提出を原則求めておらず演奏楽曲権利者への確実な分配が危惧される。 他に、使用量の支払い者に対し権利者への配分情報が開示されていないなどの批判もある。包括的利用許諾契約は、他著作権管理事業者との公正競争を阻害するとの指摘もある。ジャスラック管理局を放送する場合に放送事業者は、包括的利用許諾契約か個別契約のいずれかを選択し、包括契約では、 放送事業収入の1.5%をジャスラックに支払えば管理局を無制限に放送可能であるため管理局を大量に放送する事業者は包括的契約が一般的で他事業者の参入が困難になる公正取引委員会は判断した包括契約問題で指摘されたのは大塚愛の恋愛写真の放送局での取り扱いだった二千八年四月十三日に 厚生取引委員会はジャスラックへ立ち入り調査し、2009年2月27日に独占禁止法違反を認定して排除措置を命令したが、2009年7月9日に東京高等裁判所はジャスラックによる執行免除の申し立てを認め、8月6日にジャスラックは保証金1億円を一括で供託し、命令確定まで執行停止された。 排除命令に対してジャスラックは、審判を申し立て、2012年6月12日に、厚生取引委員会は排除命令を取り消す、審判を行った。これに対してイライセンスが申し立てた、新決取り消し訴訟で、2013年11月1日に、東京高等裁判所の飯村俊明裁判長は、この新決の認定は、実質的証拠に基づかないものでありその判断にも、 誤りがあるとして、心血を取り消した。11月13日に、ジャスラックは上告し、e ライセンス対公正取引委員会の裁判に、訴訟の結果により、権利を害される、第三者、行政事件訴訟法22条1項として、訴訟に参加している。2015年4月28日に、最高裁判所は、公正取引委員会の上告を帰却し、 ジャスラックが新規参入を著しく妨げている E ライセンスの訴えを交際判決が認めた判決が確定判決となり、公正取引委員会は新決を取り消され、従前の排除措置命令が復活した。2016年2月 E ライセンスと JRC が合併した新会社であるネクストーンがジャスラックに対する損害賠償等請求訴訟を取り下げた。 2016年9月9日、ジャスラックが公正取引委員会への審判請求を取り下げたため、公正取引委員会の審判は終結し、2009年2月27日に出されたジャスラックに対する排除措置命令が確定し、2015年平成27年4月1日から訴求適用された。2005年にプロ野球、阪神タイガースの施設応援団であった。 中虎連合会が作者不詳だった阪神タイガース応援歌ヒッティングマーチ1番及びヒッティングマーチ2番の作詞と作曲者を中連合会としてジャスラックに届け出して使用料の分配を不正に受けていたことが発覚した。ジャスラックの著作権新宅契約約款7条1項は委託対象の著作権が委託者のものであり、 他人の著作権を侵害していないことを保証する攻めは、受託者のジャスラックではなく、委託者にあるとしている。この事件から、ジャスラック内部の不正チェック体制不備も指摘され、ジャスラックは、作者不詳の楽曲と作品名が同一もしくは、極めて似ている作品に対するチェックを強化することを発表した。2005年9月17日特大号で、週刊ダイヤモンドは、企業レポート、 日本音楽著作権協会、ジャスラック使用料1000億円の巨大利権音楽を食い物にする呆れた実態と題する記事を掲載し、ジャスラックによる著作物使用料の徴収や配分と、文部科学省官僚の甘下りが続く組織運営のあり方に問題があると主張した。文部科学省から役員の甘下りが50年以上続いている、ジャスラックの役員報酬を決める、 役員審議会が非公開である、法外に高い報酬を受け取っている、使用料の徴収方法などの問題点を挙げ、ジャスラックの職員が営業中の店に入り、泥棒と大声で、美営業妨害とも言えるヤクザまがいの徴収方法を取った、年間の利益が20万円弱の店に550万円もの使用料を徴収した事例を紹介している。2005年11月11日に、 ジャスラックは記事内容に裏付けがないほか恣意的に古い情報を用いるなど読者の悪印象を誘導しているとして契約4300万円の損害賠償と名誉回復措置の謝罪広告掲載を東京法裁判所に提訴し2008年2月13日に東京地裁は記事表現や掲載はかなり一方的かつ独断的で調査不足、誤解、悪意に基づく 公正の疑念などから、ジャスラックの主張を全面的に認めて、計550万円の払いを命じたが、謝罪広告の掲載は必要ないとした。2018年3月9日には、アメリカのフェアユース制度や著作権法について詳細な、米国弁護士の気ろ岩尾により、ジャスラックと著作権、これでいいのか強行路線に100万人が異議を刊行しており、坂本隆一が、 ジャスラックに苦言していること、大政直人がジャスラックへの批判的意見、口述の意見書でもある通りに、東京大学名誉教授である中山信弘も木の枝を切り込みすぎて、幹を殺してはいけない。音楽教室に対して、必要以上に著作権者の権利を主張すれば、音楽文化が発展しなくなるかもしれないと言及している。現行法では将来性を潰すことや、 著作権法自体が緊急医療での危険性も指摘して,きている。また、公実のライブハウスにある通りに正当に著作権者への分配されていない可能性も指摘ものとなっている。動画共有サイトでの批判動画やカスラックなどの揶揄が散見される。2017年7月に公実の音楽教室から聴収する方針でもカスラックというのを報道タイトルで言及しており、 音楽業界から非難がある背景もある。2009年9月に、ファンキー・スエヨシが運営する、ロックバーに、ジャスラックから送付された、使用料徴収法は、ライブハウスで演奏された楽曲の印税がアーティストへ、正しく分配されるか否か、不鮮明だ。これではヤクザのみか、地メと同じである。ちゃんと著作権者に分配しろよ。と自身のブログで苦言した。スエヨシが、 弁護士と共に交渉中、2013年11月に、ジャスラックは、著作権侵害差し止め等請求事件として提訴した。同年12月に、末吉の支援者らが、ファンキー末吉に対するジャスラックの訴訟はスラップでは、ないかと、ファンキー、末吉支援者の会を起こし、江川法人も、徴収する法はあるが、分配するシステムが存在していない。と非難している。 2016年3月25日、東京地方裁判所では、ライブハウスとして定常的に利用していることから、いわゆるカラオケ法理の適用範囲であり、配分率などは作曲者としてのファンキー、末吉とジャスラックの問題であり、ライブハウス経営者としての問題ではないと資本、裁判では審議されず、また自身の作曲や作詞した楽曲を演奏した場合においても、 ジャスラックとの信託契約でこれら権利は信託されており、信託の仕組み上請求主体から現著作権者であっても使用料の請求が行われることになることを認定された。ただし請求の700万余りより大幅に減額された著作権利用料280万余りの未賠償を認められ、訴訟費用はそれぞれが負担することとされた。 2016年10月19日、知的財産高等裁判所の判決では、記載判決を踏襲し、賠償金が算出方式の変更に伴い550万余りに変わったほか、訴訟費用もファンキー、末吉川が一審二審とも負担することを判決とて、出された。2017年、平成29年に、河合楽器製作所、島村楽器、山野楽器、 会心同楽器、宮地商会、ヤマハ音楽振興会、全日本ピアの指導者協会が、音楽教室での演奏に、ジャスラックが著作権料を求めることに反する団体、音楽教育を守る会を設立し、音楽教室での練習などは、演奏権に該当しない、ジャスラックの方針は著作権法の目的、文化の発展に寄与するに沿わない、としている。 2017年7月に理事長の浅石道夫は音楽教室から徴収する方針の反対署名にはジャスラックを嫌っているだけのものもあると述べている。2018年平成30年3月5日文化庁長官の諮問である文化審議会では音楽教室の著作権使用料で受講料収入から2.5%の徴収を認める答申を提出した。それを受け 音楽教育を守る会は、使用料徴収の是非について踏み込んだ判断をして、もらえなかった点で、大変残念だとする声明を発表している。ただし、ジャスラックの提出した使用料規定については、最低日から有効とする。とはしているものの、演奏権においては、音楽教室事業者の請求権不存在確認事件、東京地方裁判所、平成29年、 場第に万502号他の司法判断確定までは、特則しないことや演奏権を争わない事業者に、対しては、利用に適切とする使用料額を制定するとしている。ただ、2017年11月14日付の中山信弘の意見書では、音楽教育の練習までの聴衆が、まずは、文化の発展、著作権法第1条に、根本的な疑問点があると指摘している。また 演奏権、著作権法22条の制定においてもカラオケのような講習に直接見せまたは聞かせることを目的として演奏ではないことや音楽学校における演奏は著作権法38条適用における使用であり、音楽教育で費やされる費用も著作物の提供または提示につき受ける対価ではなく指導、練習の費用であることからジャスラックの請求は 権利乱用の解釈通り、請求権不存在確認事件にも有識者意見として提出される。著作権保有者から委託されて著作権の管理を行っているジャスラックの解体を叫ぶ声もある。しかし、そうなった場合でも、歌手、作曲家や作詞家の持つ著作権自体がなくなるわけではないため、著作権者が音楽の利用者を各のので調査して著作権、 使用料の徴収するための部署を用意し、さらに徴収や調査役の人件費を新たに支出することが必要になる。音楽の利用者側も利用するために、音楽ごとに、どの団体がその著作権管理を委託されているかを調査することになるため、実際に現在でも一部の有名な楽曲が管理団体を別に移ったことによって、テビやラジオなどメディア、 カラオケ業者などの大口利用者にとって利用料の振込窓口の複雑化を招くことで別の著作権管理団体へ委託後に利用者が激減した事例も出てきている。新規参入が許可された以降もジャスラックが著作権者の著作権管理の委託先に選ばれているのは管理団体が増えてもスケールメリットで結局包括契約で一局あたりの費用が安い。 上に使える楽曲が台にあるジャスラックに利用者は走るため管理楽曲の少ないその他の著作権団体とは使用契約をためらう業者が多いことで他を選ぶと著作権者の音楽利用量による収益が激減する現実がある。結局著作権や利用者が個別で利用に対する徴収や調査など把握が小規模団体では難しい音楽の著作権では自由競争させようと することで余計に著作権者や利用者への負担になってしまう皮肉がある。2012年6月27日に違法ダウンロード刑事罰化の講義としてアノニマスからサイバー攻撃の被害を被る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。